カサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。こんな日はお肉が食べたいですね。おいおい、芋の間違いじゃねえのか。だな、サシャといえば芋だろう。もちろんお芋は大好きですよ。ふかしてもよし、煮てもよし。ですが、肉の魔力には勝てません。シチューにステーキ、ソーセージ、燻製、メンチにカツレツ、調理法もよりどりみどり。この世で一番おいしい食べ物、それがお肉です。くそ、こいつの話を聞いてると腹が減ってくる。おいしいだけじゃありません。食べたお肉は私たちに力を与えてくれます。その力があれば巨人から領土を奪還できます。領土を奪還すればまた鳥やイノシシなどの獲物が増えます。そうすればさらにお肉が食べられる。素晴らしいじゃないですか。お肉で世界は回る、つながっているんです。なあ、サシャが何言ってんのかわかんねえんだが、それは俺がバカだからじゃねえよな。ああ、俺にもわからん。もう我慢できません。上官の食料庫からお肉を取ってきます。サシャ、おい待て、やめろ。